こんにちは、こんばんは、おはようございます。天城健一です。よろしくお願いします。さあ、怖いですよ。あーし、編み込んだ。祈ってました、今今祈ってましたね。もうだいぶまあでも1回だけかな、機嫌損ねて動かないよって言ってんのは。読み込みませんよみたいなのが1回だけかな。あー、だいぶ来てんな。映しとくか、これ、サルレーシング。どんあげ。これで大丈夫だ。じゃあ、行きますか。寒い。ほんと寒い、もう。やばい。やばいっすね、もう。もうやばいですね。私、防音室なんですけど、防音室中ね、で、機器で、モニターとかの熱で、ポッカポカというかね、あったかく保ってられてるんですけど、もうダメ、もう部屋ちょっと出たらもう、極寒で、もう多分10度切るね、もう 10度っていうかもう5度切るね、もうそろそろね、関東なんですけど、寒い。行くぞ！どうしようね。あと銃使うやつがいたけど。あと結局ここ何なんだろうね、これ。俺ここかと思ってたんだけどね。何なんだろうね。この、ユビーのイベントあんのかね。忍者でしょ？忍者の村なんてあったかな？忍びの一族みたいなのいたかな？いや、いなかったと思うんだよね。いたかな。突っ込んじゃうぞこれ。いたかな、女忍者いたかな。いたかな。いやー、俺の記憶にはないですね。ガチなんだ。あ、ちょっと待って。お前、マテリア一応置いといて。ほんと、なんか途中抜けたりとかしたらもう大変なことになるから、一応置いといて。わー、フグ大臣死んだ。あ、これダメ。これ置いといて。いやー、ちょっと2000は弱いなー。2000は弱いなー。鍛えなきゃね。潜水艇の地下潜水艇行って、レベル上げとかすりゃいいのかもしんないけど。最終パーティーこれになりそうだなー。いくぞー。チョコボ戦に行ってなかった、忘れてた。今さら、南の、南東の芝のから東だとか、なんとか、そんなの覚えてない。思い出した？思い出したぞ。こないだ教えた、山チョコボと川チョコボじゃかな。この二つのチョコボにはな、卵を産ませると、川も山も越えられるチョコボになるんじゃ。さらにじゃな、さらになんじゃろうの。思い出せんの。ほな？なんだろうね、チョコボ育てたらなんかいいことあんのかね。ゴー。ラスダンなんじゃないのかな。行ってきます。万能薬欲しかった。万能薬をちょっと入れたかったな。でもね、もう金持て余しちゃってんのね。武器がね、なかなか、なんかもう防具もなかなかね、これ以上どこにあんのかなっていう。まあ、あと銭投げくらいだね。投げる、使って滑り降りるしかなさそうだな。行くぞ。でも帰ってこれないってこと、これ。え、
あ、動くぞ俺。そういうことか。おお、どう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 。さて今俺たち何装備してる。いいね、カウンターどんどん上がってんね。連続切りも上げたいな。マジカルアップ、ダブルアイテム、ダブルアイテム強いね。ここちょっとね、しょうがないね、そういうのね。うわ、音楽めっちゃかっこいいな。アレーズ覚えたら最強ね。アレーズ死んでも大丈夫なやつだよね。投げる覚えてほしいね。投げる相手何投げていいか分かんないけど、銭投げ覚えてほしいわ。うわー、むくしゃ。セーブクリスタル何？何これ。へえ、メニューで使うと大空洞内部でセーブポイント1回作れる。そういう、そういうのやってくる。どこまで息を止めて我慢できるかっていう。何これ、ちょっと待って、これ入れんの。これ待ってくれよ、戻れんのこれ。降りるしかねえのか。なんだこの洞窟。あ、戻れる。あ、じゃあここまでクリア、帰れんのね。よかったよかった。脅かすぜ。なんだ、帰れんじゃねえか。帰れないかと思ったぜ。なら安心だ。行こうぜ。セーブポイント作れるのか。なんか意味あんのかな。自分でちょっとだけ自分で動けんですよね。ファイナルファンタジーやってる。こんばんは。一休憩だぜ。ラスダンだぞ多分これ。多分ね。お前何持ってんだよ。待て待て、なんか様子がおかしいぞ。何も持ってない。ん、なんだこいつ。ガーゴイル、あー、2000。触るまで攻撃してこないとか。レベル、あー、死にギャが最後っぺが、うわー、やめろ。レベル 4の倍数のやつ一撃死。これ、こうやって動けるようになったら盗める。エクスボーション持ってる。あー、よかったよかった。あ、そこは床掃除から。床掃除から。ダメあいつも本当に。ああ、レベル4の倍数か。あいつも金は盗むし。あ、戻れんのこれ。おお、なんか強そうじゃない。何持ってんのオタク。痛いね。俺もあんまり怒らせない方がいいよ。盗めなかった。持ってる持ってる。いや、見てなかった今。
盗んで。アルテマー、最強魔法きたー。覚えるか俺。うわー、聞くぜ。死んだぜ。なぜ俺だけ聞けなかった。なんか状態があんのか。そらさんいいぜ、レイズだぜ。とんでもねえぜ、とんでもねえ。アルテマ来た、覚えらんねえ。頼む。よし、なぜソラさんだけ聞かないんだ、これすげえな。うまい、レイズエクスポーション。やりますか。何持ってんだオタク、死ぬな。もう一回出てこい、もう一回来い。アルテマ覚えらんねえのか。すげえ、なんで食らわなかったんだそらさん。音楽かっこよくない？なんで食らわないのソラさん。なんかセーフディビットしてるから。いや違うな、ソラさんだけ無効化してるな。ダメ入んなかったもんねソラさんだけ。なんかあるぞこれ。ロンギヌス、ミスティール、ミスティール別に何にもないね。あーやめと、めんどくせえ、外すな。何つけてたっけ、盗む、封じる、全体が炎か。怖えなあ、レイズも、レイズぶっかけられないんだけど。いやこれもう炎じゃないよ。惑わすとかこうおかしくする系とかじゃない、バーサクとかで縛って相手をやった方が多分いい気がするね。もう特殊アルテマとかぶっ放してくるんだったらもうバーサクとかかけてできなくしちゃおう、うん、状態異常パーティーにしよう、うん、俺たち、うん、とんでもね、一撃4000出てくるようになったガードアップ、まあ、これは俺だな。俺ステータス乾燥してないよね。うん、乾燥してないね。まあ魔法攻撃も乾燥してんじゃない？255なのかな。ソラさんだけ食らわねえのか。あれもう一撃食らって終わりだな。来いよ、頼むよ、もう一回行きなさい、やろうじゃない。あー君たちか、動くまで待ちますよ。俺のリミットブレーキなくなってんな、死んでるから。起きなさい。よし。よし、レッツポ。終わり。え、嘘。あー、レベル4ですか。まあ、いいよ。って言うんでしょ。さっきのやつ来ないかな。でももう帰れないのかな、こっから。エクスポーションいいね。アルテマと戦いねえな。何持ってんだろあいつ。まさかアルテマのマテリアとか落とさないよな。
うおー、はい。お、な、な、なんて？む、え？え、で、よし。よじ登り、できるみたいな。あさって帰るか、一回。あ、しまった。やって、やっちゃって。終わり。レベル4か。やっこ、やっ、やっかいだな。うん。エクスポーション狩りができますね、ここね。売ってないからね。これだから、エクスポーション持ってるやつ全部敵から奪ったってことだね。こうなってくるとな、エーテルターボ、エーテルか。あ、まあ、これは、俺だな。俺だろうな。なんかマテリアない？ここに。これマテリアっしょ、これ。取れた。うええー、よく気づいた、これ。偉いぞ。HP 吸収。何これ。HP 吸収。組みしたマテリアでダメージを与えると同時に HP クリーおーで、サンダが、で、ダメ、与えたダメージ吸収するの。めちゃくちゃ強くないこれ。これ、めちゃくちゃ強くないじゃ、カウンターとかやったら、これカウンターやるために取れってこと？ほんとかこれ。ほんとか？連続切りにこれつけたら、あれだぞ？ほんとか？これ。連続切りにつけたと、ダメ、攻撃入れるたんびに回復すんのか？ほんとか？嘘くせえな。ほんとかよ。毎回多分4000くらい回復するってことだよ、俺。嘘つけよ。嘘だよ。ほんとか？組みしたマテリアって書いてるからね。種類は選ばずでしょ。ほんとか？ほんとだろうな。許さんぞ。嘘ついたら。よく、これよく見ないとね。あそこに緑マテリアがある。来なさい。なんだね。バックアタックか。何持ってるのダック。お、万能、ああ、万能薬狩りできる。ありがてえ。回復した今。おし。回復しねえじゃねえか、嘘ばっかつきやがって。やっぱりな、そうだと思ったよ。これ見たことか。回復しねえじゃねえかよ、1800。ほら、全然回復しねえじゃねえかよ。詐欺だ、詐欺。なんだ、このマテリアじゃ。秒速で嘘をつくな。なんでこれ嘘ついた、これ。組みしたマテリアでダメージを与えると、マテリアでダメージは連続切り、マテリアだもん、これ。同時に HP を吸う。ほんとかー！でも嘘つかれて、いや、ほんとじゃなかった。
そらさんにお薬の時間なんで。そらさん興奮、あ、間違えた、いかに、いかに、いかに、あ、間違えた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 、俺を休めたまえ。やばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、ドラッグパーティーみたいになる、これ、あかんあかんあかん、俺は、ホテルから休めて、もう無駄にした。うん。なにこれ、夢からのテレビかと思ったんだけど、ないのこれ。なんだよ、夢ないのかよ。お前らなんか誰か装備してみる？攻撃剣持ってなくない？魔法だけとか？ラッキーと HP アップ外す？ 20% でかいよ。外す？で、デスとか俺ここへ入れると全体がやめて。ほんとか？これ。んー、じゃあ今なんかこれ霊気系っぽいからみんな炎ぶっかけてみるか、これで。ほんと？あ、でも炭魔法だったらあんまな、ボス戦以外じゃ、ちょっと。ほら、ここにある、あるでしょ。絶対あるでしょ。あ、やめて、そっちじゃない。あー、戻れねー、やらかしたー。目がくらんだー、マテリアに目がくらんだー。あれ、マテリアじゃなかったかー。お？まあ、これは俺だな。いやー、そっちかーい。あー、宝くれ。あ、おい。まあ、でもこれは俺だな。よかったよかった、登れる登れる。来いよ、歩けば覚えられないか。夢があると思ったんだけどね。意味なちか、出番の役もらいますよ。うせ、よし、うせ、あんなやつ貴重なんだよ。うん、うそ。よし。これで使った分買い取り返そうですね。おお、いいね。封じるが生まれた。封じる？俺サイレスつけてたっけ？ああ。仲間か。上一番上に困りますよね。誰のサイレスか。あれ、封じるなんかつけてた？これか。ソラさんのやつか。サイレスが終わって。あ、間違ってんだ、これ。敵の技。操るじゃねえか。もう育ってますね。バリア上げとくか。ウォールってなんだ、カウンター技かな。まあ、これに全体つけとくか。
ウォールかな。ウォールってカウンター技かな。もうリフレクが使い勝手悪いから、ね、嫌なんですよね。なんかすげえ無駄にした気がするな。登れない、ある程度。これ正解ルートもしかして。なんか柱の裏に緑のマテリアあったような気するんだけどね、違うのかな。しょっぱいのもない。あ、来た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 、待ってたよ。ああ盗み外れてる。一回見といて。盗んで、あれあれ、ちょっと待って、そう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 、あれ、バーサクかけちゃおうぜ、バーサク。あれでま、あれでなきゃとんでもないことになるから、バーサクかけようぜ。で、まったりやる。ミスかい。盗め。かかった？かかった？バーサク、かかった？かかっちゃった？あ、歩いてますよ、このゲイよ。ヒュー、痛いね。やめて、お前死ぬよ。いじねでケチる。きたー、死んだ俺。バーサクかかってね。死んだ死んだ。なぜかソラさんだけ、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。リミットブルキって言って倒す。死ぬ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 、終わった終わった、お疲れ様でした。おい、よけたー。あー、死ぬ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 。アルティマミスっただけだろか前回。おらー、死にやがるこの野郎。あぶねー。ミスっただけか、ソラさん特別かと思ったら。そっか、ミスっただけか。あぶねセニオ三十か。あぶねえ。これちょっとダメだな、あいつ。ダメなんねえな。てか、外れてる外れてる。外れてる。惑わすで惑わせらねえかな。バーサク効かないか。コンビは効くのかな。やばいぞ、次出たら。よく勝った。よく避けた。よく避けおった。マジックアップ、これ一回帰ろうぜ。うん、帰ろう帰ろう帰ろう。ちょっとビビったの。もう帰る。もうこれは俺だな。帰ろう帰ろう。いろいろ日記とか書かなきゃいけないけど、日記とかなきゃいけないけど、帰ろう、一回帰ろう。あそこの柱にある、ここにあるやつ、なんかマテリアっぽいんですけどね。帰ろう帰ろう。死んじゃう死んじゃう、これガーゴイルか。ビビったらダメよ。動かねえ。あ、これ時間か。いけいけいけ。あ、同時か、まずいぞこれ。レベル4で作る、これ間違えた。見破りやってるよ俺。まあ、見とこうか。弱点なしで飛んでるから、サンダーかな、サンダー系かな。殺すタイミングが大事ね。よし、一発か。
ちょっとまずいな、アルティマ対策しないとな。4000食らうからな、 DJ でかけといた方がいいね、全員にね。エリクサーか、DJ でかけといた方がいいね。マジもう30分かよ。慌てない慌てない、こういう戦いはね、慌てた方が負けなのよね。いいレベル上げになるな、ここ。あ、君か、よこしな。よこせ、万年薬よこせ。よし、いや恐ろしかそう、今日はあれ、アルテマ狩りする。あいつから盗む、なんか持ってる。あいつセット団としてはね、じゃあ天城セット団としてはもう絶対盗むあいつから。操れないかな、ピュノクラウンつけて操れないかな。操れなさそうだな。君はあれか、エクスポーションかちょうだい。おい、デジョンで吹っ飛ばすぞお前ら。あ、ゴキンかい。盗め盗め盗め、あと金に物やしてエーテル買い込んでくるか。絶対的にエーテルいるわ。買い出し行こう、買い出し。余裕だぜ、帰れんじゃねえかこれ。よっと、ほいほいっと、余裕だぜ、ビビったぜ。返してくれないのかと思ったぜ。あ、これちょっとエスケープ装備しとこう。きたー、やるしかねえ。痛めつけとこう。あー、しまった。な、お、おつけ俺。リジェね、いや、リジェネ意味ねえな。ぶち殺す勢いでやるか。コン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 。ヘソ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 。あいつ今仕込みやってるな。かかれ、かかったー、イエーイ。これ自分にアルティマやんじゃないこれ。ザハー見ろ、アルティマ食らって、自分でアルティマ食らってる。イエーイ、コーフィーかかったぜ。ちょっと待って、お前らゆっくり料理するぞ。ケアルかけてもいいぞ、これ。ブンドルね、殴っちゃうからね。目覚めちゃうのよね、この子。なん、殺そう。間違いが起きる、これ。間違いが起きると大変なことになる。コーンフィー効くな、いいことが分かった。コーンフィーかけてもう盗むの弱い、レベルの低いやつで盗みまくった方がいいかもしれないね。ぶったたくとね、目覚めちゃうからね。ぶんどりだと目起きちゃうんだよね。とするとさ、盗むさ、なんか能力が落ちるとかないよね。
うん、じゃあいいんじゃない？盗むで。アルテマ狩りじゃん。何持ってんのかな、完全攻略、徹底完全攻略。アルテマなんか怖くない。帰るぞ。お疲れ様です。皆さんが中でお待ちです。え、あ、パーティー編成できるのね、ここで、うん、何してんの？あ、忍者だ。はぁ、あんたにあがんないだろ、この船酔い。乗り物酔いは辛いのさ。頼む、だからほっといて。よくわかる、相原。俺の乗り物酔いも筋金入りだよ。自分がスルジャーだと思ってた時はすっかり忘れてたけどな。おらぁ。え、なんとか酔わない方法ってないのかな？俺の研究によると、まず緊張していると酔わないね。しかし常に緊張しているわけにはいかない。こういう広い場所がある乗り物では動き回るのがいい方法だ。その場で体を動かすのがいいだろうな。でも兵士はトラックでの移動が多かったからな。あれは最悪だった。ああ、それから絶対乗り物の中でしてはいけないことがある。それは字を読むこと。まあ一度酔ってしまったら何をやってもどうしようもない。辛いところだよな。でも仲間がいるだけで、仲間がいるからちょっとだけ元気が出たよ。気分はハウだけどね。いい人になってんな。どうなんだろうね、リメイクね。なんか、クールな感じで、俺には関係ないね、みたいな、から、こんななんか人がいい感じになるのかな。うん。まず、盗む。装備コンフィかけて盗む。ずっとコンフィ盗む、コンフィ盗むだね。あいつが出たら、エーテルの買い込み。なんか思い出した、思い出したぞ。海を渡れるチョコボもおるんじゃん。すげえ。また忘れてると思うが、そのチョコボはどうやって手に入れるんだ。バカにするんじゃないぞ。海を渡れるチョコボはの。何だったかの。全然思い出せんの。思い出せんの。思い出せんだからすごいよね。アイテムが豊富に売ってるところってどこだろうな。陸上で最後のマップ。あと、あれだ。あ、忍者、待って、俺分かったかも、俺。忍者イベ。分かった。ユーフィーをどこに連れてくのか俺分かった。ここだろ。東の国だよ。ここ。ここだよ、ここ。絶対ここ。ここだよ。眠ってから、パーティー編成して、ちょっと行こう。絶対ここだよ、絶対ここ。忍者だもんだって。すげえ上がんな、ゴールドバレット。金なかったもんな、あの時。オーロラドット、何人仲間いるんだこれ。あとじゃあ2人も仲間いんのこれ。ほんとだ、2つ空いてる。2人いんのか、誰これ。
社長じゃねえの？上がるね。ちょっとこれ買っとかないとダメだな。円月輪、いや下がっちゃうね。ほら10もあるよこれ。ランダル、まあ、安いし買っとくか。スラッシュスパイク、オーラロック、オーロラロック、かっこいいな。やべえな、音楽めっちゃかっこいいなこれ。そうか、終わるかそろそろ。カメドラグのチラシどこだろうな。全部で6枚、なんか3枚ぐらいしか見つけてないね。宿ないんだっけ、勝手に寝れるのかそこで。まあ寂しい店だろ。世の中こんなになっちまっちゃそれも仕方ないかな。ジタバタしたってどうしようもねえんだ。みんなも酒飲めばいいのに。やることがあるからね。あ、大将。ないの？テント？テント使えって。いや、あそこか。めんどくせえけど行くか。こんな時だってまだ、こんな時だっていうのにまだ買うのかい？お客さん変わってるね。エーテル高いのよ。だけど俺限界まで行くぜ。12万6千ギル？うわ、たっけーなー。たっけーなー。あ、ライジンと勝とんね。あ、ファイガー、サンダガー、これ投げまくれるな。チョコボのファン。投げた方が強いのかな。うわー高いよー。じゅ、もう悩まなくていいよこれ。こんだけあったら、うーん、買いすぎかな。10万だぜ。10万、ひよったな急に。やっぱ500ギル高いよ。60個にしとこうぜ、50個にしとこうぜ。高えよ。タイガか、まあ、いざという時のタイガぶん投げるか。ありがとう。ここここ謎の修行場。あとあれだよ、その上登ってくやつもあるよこれ。残ってるよ、全然やってないこれ。寝るぞ。いや、ここだよ。絶対女忍者ここだよ。なんか反応しないかな。連れてこないとダメかな。よう。何か用かな。いや、何もないから食べの疲れを癒すクロットくらいはグーできるだろう。僕はゆっくりしていきますね。なんかね、仏壇があるんだよね。剣。うわぁ、なんか絶対、あれじゃないのこれ。リミットブレイクのこの究極技とか教えてくれんじゃないのこれ。よし、呼び出す。呼び出すぞ。そうだね。ちょっと装備、セーフティービット。ミスティール、これ全員装備できんの？ちょっとミスティールも。適当なの装備しとって、そらさん。
借りるぜ。目に最強装備。インペリアルガード上がるね。天雷とかいい。わーすごいね、こんなんあった？これすげえな。めっちゃ上からな、今。すべての属性攻撃を半減する。ザイドリッツ装備しょって。んーで、セーフティピット。一撃し回避で。待って、あ、ザイドリッツ何もつけらんねえのか、これ。まあ、でも、フグ大伝結構つくからいいか。やべえな、これ。まあ、弱いもんな。もう全部向こうでいいよ。そうか、投げる装備してりゃ、マテリアいらねえんだ。それはいいことに気づいた。いや、でもそれは、沢野口の。だわせ、あれ、リスクさんに行ったんだっけ？リスクさんに行った。ついにね。何をするかがね。ついにね、終わりですよ。封じる。魔力使いそうだね。魔力そこそこあるね。合わせ、終わりも近そうだな。終わりも近そうだね。サンダが。重力系か。いや、そういうんじゃねえんだよね。レイズ。やっぱり補助系だな。回復、KR。合わせ、豊島タグと思ったんだけどな、笑。わかんないよ、まだ。うん、わかんないね。これ投げる。ブンドル、ブンドル。いい音楽だ。寂しくなってきましたね。余裕だろ。もう負ける気しないよ、セフィロスに。かかってこいよっていうね。見破るもいいな。いや、もうでも経験あるからな。俺に、なんつったって俺に経験があるからね。あ、ブンドルかね。あれ？ブンドルなくない？あった。俺に経験がありますからね。エスナとかかな。治療かな。俺が持ってんのか、治療。バイオとかじゃねえな。なんかやらされそう。デスは効かないと思うな。なんかね、何かをやらされそうな気がする。グラビガ、フレイク。悩むなぁ。通常の魔法入れといた方がいいのかなぁ。それとも、いや、何かやってくるよ。何かやってくる。スリープでサイレスっていいか。回復。うん、これでよいだろう。行こう。女忍者行くぞ。女忍者あれ？なんか手裏剣とかで攻撃すんの？遠距離攻撃下げるぞ、そしたら。めっちゃ弱いから。てか、あんまり通常攻撃期待しなくていいか。手裏剣みたいな形だもんね。なんか、投げんだろ。見とけよかったな、ちゃんと。行くぜ。
ここにね、同胞以外修行受け付けないみたいなね、形を取ってるね、道場があるんだよ、ここ。こんにちは。お、相原さん、おら、来たー。お、相原様、五重の塔を登られる気になられたのですね。ま、そんなとこ、まさか。では、この一階の相手、この力の強制合力が、務めさせていただきます。ん？よ、オイラシックってんだ、合力とあんたの手合わせは、オイラがビトゲトゲさせてもらうよ。出参る。やはりか、予想通りだな。え、相原だけ？うわ、ちょっと待った。合力、力変化、力変化将来、あー、しまったー、鍛えてねー、しまったー、怠慢ですかー、これ弱いですよー。まじかー、ちょっと、上げる系をやっときゃよかったね。うさいです。ゴンスターじゃねえか、お前。物理の殴りっこだったら負けないでしょ。強えな。武器がすげえいいな。グラビティ系ね。サンダガとか、じゃあ投げるで。雷神。回復すんの？どこにあんのかわかんない。どこにあんのかわかんねえ。ジネのかけとくわ。ゆっくりやらせてもらうぜ。なんか減ってない俺。雷神の巻物どこ。はいはい。位置も覚えておきたい。風魔手裏剣。雷神どこだよこれ。あー、あったあった。投げれねえじゃねえかこれ。アイテムで使うのか。さよなら。マバリア入ってた。モンスターは技のパワーがついた。投げるじゃないんだ。アイテムなんだ。じゃあ終わりだな、お前。雷神。ドカーン !300 だぜ。あ、全然効かねえ。バグった方がいい。魔力に依存すんのかな。あ、待って、ブンドロ死ぬね。あ、死んじゃった。あー、盗めよかった。あー、盗めよかった。くっそー、盗賊団知ったらこれ。盗めばよかった。盗みたかった。じゃ変装とか貸すよ。参りましたぞ相原さんは。当然、ただの跳ねっかりの娘かと思ってたけど、その程度はできんじゃん。まあ、次はどうかな。あー、盗めばよかった。盗めばよかった。貸してあげますよ、俺のヘイストを。敵の技も貸してあげますよ。連続斬りも貸してあげます。カウンターも貸してあげますよ。弱いからね。そうなってくると盗むは持ってたりね。投げるいらね。封じる、封じる効いてたかな。まあ、崩すとしたらもうレイズもいらないな。楽しい修行だ。連続斬り。コンフィとかあった方がいいかもしれないね。そうすると、連続斬り、カウンター。こんばんは。しまさんこんばんは。で、単体だ、単だからいらない、もう。俺だけだからいらない。これサイレス聞いてたかな？台湾っぽいからいらないね、これもね。ちょっと自由度ありますね、そうなるとね。今ね、ユフィの修行の塔をやってますね。連続斬りカウンター。敵の技。
JR の方に。いや、それよりも、状態上だね。アレイズ使えるんだったらね、もう最高なんだけどね。もうちょっとで使えるな、アレイズ。アレイズね、一回死ねるんですよ。スリプルサイレス。あ、窓枠コンフィバーサク、いいね。あと時間時間。最高だ。最高の仕上がりだ。うん、ザイドリッツいらん。ザイドリッツでいい。あ、しかも俺今後方に立ってるからどうしようかな。オフェン、攻めのユフィで行こうかな。火力上がるからな。いや、でも防御力で様子見た方がいいのかな。今の半減してたから結構耐えたもんな。物理攻撃か。魔法が半分になってんだよね。まあ、魔法半分、物理半分だ。いいか。下がっとこ、下がっとこ。んで、ちょこちょこ食らいつつ、リミットブレイク貯めて、大きく返してやろう。燃えてきたぜ。うわー、もう時間か。もう一個、もう一個登る。これ、アヤから鍛えたら強いのかな？しまった。後悔があるとすれば盗まなかったこと。頼もう。来たぜ。おお、2階に上がれる。君か。やりましょうぞ。次は誰よ。あんたの目は不思議なか。ここにいんじゃん。ガキが相手か。え、何を言うかね。どことのバカ娘の方よりはよっぽどオイラの方が大人だよ。なんだって。そうやってムキになるがガキたるゆえんよ。ノーガキは速さの強制のオラに勝ってからにしな。スピードゲーか。おお、お前のポテンシャルを全部ボロボロにしてやるぜ。鼻息だけ一人前だね。本当にやる気あんの？やる根性あんの？おしゃべりはもういい。おー、ついに、ゴーリキを倒した者が出たようじゃな。お、三階のやつか。この、ではこのチェホフが立ち会いましょうぞ。これ1位は誰が立ち会ってくるのか。あ、後藤か、これ。後藤か。おー。お、いいね、先生だ、まず。お、ペンギンじゃん。まずは、俺。ヘイスト。弱いな。カウンターで2600。あ、ドハツテンボンバー懐かしいな。おー。あ、いいな。ダメージの割にはリミットブレイク溜まりやすいな。まずヘイスト。早いみたいだね。スロー。え？弱い。仕込む前に死んだぞ。あ、そう。なんで、いいよ、いいよ、リミットブレイクいきなりぶっ放せるからな。口だけだったらこいつ。うわっちゃー、ちったやるみたいじゃん。当然。あ、盗まなかった俺。あ、やべやべ、やべやべ。なんか言ってたな。盗まないと俺、盗賊団俺、怒りついてるな。開幕ロ、開幕リミットブレーキで多分倒しちゃうぞこれ。こんにちは。誰かな。なんとシェイクまで破れたか。チェホフ、そなたの電話も久しぶりだな。
残念ながらわらわらでおしまいじゃ。スタニフ、そなたそこで見てるがいい。そんなわけにはいかないのよね。若さが強さってことを教えてあげるよ。小娘が生きがってると火傷するぐらいで済まぬぞ。あいにく冷や遊びは大好きやの。おばさんの相手には、おばさんの相手は知らんない。ほほほで、魔の強制のわらわと試合の後でもその辺の愚痴聞けるといいが。大丈夫大丈夫、敵の魔法半減装備持ってるから。魔変化将来。ぶち殺しちゃう可能性あるからな。一発クラック覚悟で一回盗んどくか、ぶんどくか。いやー弱えおばさん、何も持ってねえ若さが強さよ弱え浮気の指輪、霊気の指輪、ごめん霊気の指輪浮気じゃない霊気の指輪。罠の術を破るとは何も持ってないのか、当然術とかっていうかもう肉片ごと引きちぎろうとしたんだけどね、装備を。面白い、久々に我が腕存分に触れそうだな。大丈夫かな、なんかちょっと強すぎてなんかソードマスターヤマトみたいな展開になってるけど。我々の術を破ると持ってないのか。よう、ここ4階までは会場のものが立ち会うのが習わし、しかしここ五教の塔を4階にして最上階の意味を持つ、すなわち武の強制、私を破った者はかつていないということだ。それでも戦うかね。もちろん気に入った、見るがいい。武炎将来持ってないよね、なんもね。一発もらう覚悟で分取るよ。確認しないとまず。おお、なんか洞窟で見たな。さいや、ぶち、あはは、何も持ってねえ。なんだろう、肉片、内臓でも引きちぎられたかな。なんだろうね、胃袋ごと引きちぎってきた感じだね。お前ダメージいくつなんだよ体力。なんだと。当然ゴード送るよ。これもう来た、ゴーリお見事、覚悟の腕を上げられたとは。ゴードじゃねえな、え、全員一斉にかかってくるって。思ったよりガキじゃないみたいじゃん。当然であろう、我々が敗れたものならば。最上階の立ち会いは我ら4人、あの方と組み合間見えていただきましょうぞ。誰、行くぞ。やっぱ合同だよなこれ。よう、てんてん、しお前、お、親父ゴード、よく来た相原。なんであんたが。聞いたことはわしの体に己の技で聞くがよい。手を抜くなよ、わしを殺すつもりで来い。でなければ私がお前を殺す。ちょっと何をしている。総変化将来、頼むぞ。踏んどるぞ。うお、グラビが、うん、大丈夫、魔法半減だから俺。いい勝負できそうだな。おらー、ブレー回復するね。ここはリジェネと行きたいが、そうだ、
死んだか、リジェネでいいわ。カウンターよ。あ、でも結構経験値もらえるな。死んだ話。あれこれなんか景品じゃなかったっけ、ゴールド操作の。違かった、うん、いやこっちそんな、あ、まあ、痛かったけど確かに3分の1くらいくらったから、うん、ぜーぜー、お親父、やるじゃねえか、お前も腕を上げたな、何にもしないんだけどね、草原だけでこんな強くなってるからすごいね。いや、こいつあれですよ、小銭泥棒ですよ、ただの。はっはっは。ふふ。これリメイク、ユフィ削られてなきゃいいね。あーはっはっは。うわっはっは。ん？やるようになったな、相原。この水神様のマテリアを持っていくがいい。おぉ。リバヤさんか、やっぱり。リバヤさんのマテリアを手に入れた。しかし、ゴドン様、水神様は五教の塔を制覇し、新たな五教世を治める者が持つのが習わし。習わしってもう聞き飽きたよ。ばっかじゃない。口がすぎますぞ、相原様。じゃあ、あんたらいいの？それだけ力があって。こんなとこにこもってるだけで満足なのかよ。うん、あや。仲間あと二人いるらしいぞ。親父もそうさ。前に戦に負けたからって、このウータイをこんなにしまってさ。何が言いたんだよ。ウータイをこんなひなびた観光地にして、よそ者にこびて、そんなんでいいのかよ。ダチョウ像も水神様も泣いてるよ。ダチョウ像もね、なんだったのあれ。上のやつ、てんてんてん。やれやれ、やっぱガキだな。なんだと？相原、許してくれ。すべてはわしの責任だ。何をおっしゃいます、ゴドウ様。戦に負け、ウータイをこのようにしてしまったのはわしなのだ。ゴドウ様、お前たちは黙っておれ。相原。かつて戦に臨む前のわしも、お前、今のお前と同じだった。だが、戦に負け考えた。強さとは相手を倒すためのものなのか、他者に対して見せつけるものなのかとはな。力を見せつける強者は、強者を呼ぶ。それが戦になる。それでは死んだと同じじゃないか。あ、もう死んだないんすよね。死んだと戦ってたのか。あ、すいません、もう死んだないんすよね。てんてんで。お前がウータイのため、マテリアを探しているのはよくわかった。そうだったの？だが、わしが力を封じているのもまたウータイのためなのだ。今わかったぞ。必要なものは両方なのだ。志ない力では意味がない。力のない志ではそれも変わらない。ゴードン様。そなたたち、相原を同行させてやってくれ。そなたたち、志と力、その二つを持っている。寝てるときに親父にまず会っときゃよかったね。親父だって分かんなかったけど、そうまで言われたら断れないわね。ということさ、俺は構わないよ。いけ、相原。ウータイに真の強さを根付かせるためにもな。親父。お前が戻るまで、わしが五教世を治める。行ってこい、そして生きて帰ってこい。当然だよ。なんでお前ら帰るの。なんで俺も三の口も帰るのこれ。まあ、お前も帰るのかい。じゃあちょっと待て。あの連中の持ってるマテリアな、戦いが終われば多分用済みになるんではないかな。親父、行ってこい。最後まで生き残れ。そして帰ってくるのだ。マテリアを持ってな。観光にし、使おうとしやがる、これ。うん。当たり前や。あ、泥棒なの、こいつら。うん。コマネチしたね。
泥棒一家か。相原様、うーたい思う気持ちは、その後も五道様と一緒。それだけはお忘れなきよ。悪いやつだな。いやー、でも作戦勝ちだな。作戦勝ちして、リヴァイアさん手に入れたけど、俺、使わないのよね。もうさすがに、召喚獣まで育ててられないのよね。召喚獣戦闘で一回だけだからな、使うの。一回だけだからね。ガンガン使えるんだったら、ちょっと考えるんですけど。ウータイの名に恥じぬ戦をしてまいれ。まあ、ちょっと大人になって帰っていいな。ここにあったのか、水神様。あれ、水神様のマテリアル探してるやついなかったっけ。アル様、ご分をお祈りしております。あれあれ、ちなんかいろんなゲームが混ざってんな。あれ、あれか、ジャジャマル君か、あれ、RPG の。あれ、水神様がどうのこうの言ってるやついなかったっけ、ファイナルファンタジーで。セブンで言ってなかったんだけど、水神様がどうのこうのって言ってなかったっけな。いろん、ちょっとジャジャマル君の方と混ざってるかな。いい戦いっぷりだったぜ。まあ、作戦勝ちっていうか、もうまあ、作戦だったかな、最後ちゃんと。ダメージ半減してたもんね。カウンター技にビビってなんか向こうね、回復しかしなくなっちゃったけど。ここ何なんだろう。最終奥義のリミットブレイク。何なんだろう、剣技教えてくれると思ったんだけどな。レベル1、新聞信頼だもんな。なんて布団だよこれ。そっか、リヴァイアさんのマテリアなんかどっかでいるんじゃなかったっけな。この山なんだった、この山。山にもなんかあったような気するんですけどね。よくわかんないのよね。なんか、仕掛けがあんだかないんだか。わかんないのよね。まじ、一旦このままセーブしとくか。いや、もう、タイマンでなんとかっていうのはないだろ。返せ。いや、連続斬りめちゃくちゃ強いね。ダブルアイテムやべえな、これ。いつ覚えるんだ、これ。何カウン、連続斬りカウンター。あと何かしてたっけな。あ、敵の技ね。投げるか。投げるってあれか。もう武器系だけか。まあ、銭投げぐらいか。使えんの。まあでも、投げて強い武器あったら、大量にその武器買い込んできたら、面白いね。うん、レベル上がったら銭投げになっちゃって、もう投げる消えるんだろうな。そんなことないのかな。行ってく？忍者くん。
これやったら強くなんないかな。属性。これあれ使えないのかね、あれに。追加効果。もうないのか。ちょっと次回は俺山登ってみようかな。ちょっとあのレベルが本当はもっと早く来るべきだったんだろうね、ここね、舞台めちゃくちゃレベル上がった後に来ちゃったから何の苦労もなく登っちゃったねレベルはさておいて、マテリアがちょっと強いね。マテリアと武器は強すぎね。半減とかねポジションチェンジで下げとくくらいしか、もうダメ、作戦立てなかったね。じゃあまた次回、お疲れ様でした。失礼します。